友達とツーリングに出かけると金のない俺たちはよく野宿をしていた。その日も長距離を走り、夜には疲れ切っていたので緑地公園で寝ていたんだが、突然ザブンと大きな水の音と助けてという悲鳴が聞こえた。俺は飛び起き、友達の K を叩き起こした。やばい、誰か溺れてる。すると K は怒鳴るように、どこや、今行くぞと叫んだ。バシャバシャと水の音と助けてと叫ぶ声の方に向かい、俺と K は走った。夜でも所々に街灯があり、周囲はよく見渡せる。しかし池らしき場所が見当たらない。声と水の音を頼りに駆け寄ると、そこは子供向けの遊具が並ぶ場所だった。直径10メートルくらいの池の周囲を柵で囲っている。その中でバシャバシャともがきながら時々頭を水面に出すものを見つけた。 K にそこ柵の中と伝えると、大丈夫やと叫んで柵を飛び越えダイブした。次の瞬間、ドスンという音と K のブオッという声が聞こえた。さっきまで池だった場所は子供用の砂場に変わっていた。悲鳴も水の音も聞こえなくなり、慌てて周囲も捜索したが、やはり池はなかった。翌日、公園の案内図を見ると、俺たちのいた場所からかなり離れたところに池があるのを確認したが、あれは確かに砂場から聞こえていた。K が飛び込んだ砂場を案内図で確認したら、猫が助けてと言っている落書きがあり、なぜか笑えた。